おはようございます。今日はですね、3万円以内で買えるおすすめのインターフェースということで、モツの M2 オーディオインターフェースを紹介したいと思います。まさかですね、我々の世代からするとモツのインターフェースがまさか2万円台で買えるというのはちょっと驚異的なんですけれども、このルックスからしてもですね、ライバルはフォーカスライトとかソリッドステートロジックとかですかね、そのあたりになるかと思うんですけれども、バスパワーで動く機種になっています。 USB-C と書いてありますね。早速仕様を見ていきましょう。サンプルレートは 44.1 から 192kHz まで入ってます。マイクラインギター入力がキャノンと TRS のコンボジャックが2つ、マイクラインハイゼットギター入力、各入力に独立したプリアンプゲイン、 48V ファンタム電源、モニタースイッチがついています。でアナログの出力が 2×TRS ライン出力で 2×RCA アンバランス出力ということで、バランス出力と RCA のアンバランス出力が搭載されています。でさらに TRS ステレオヘッドホンもついています。でコンピューターの IO については USB-C ですね、 USB Type A と互換の 2.0 オーディオクラス準拠ということで、 USB-C 形状ですけど USB 2.0 で駆動しているということですね。でさらに MIDI のIO がミディインミディアウト1つずつということで、まあ、これも普通の仕様ですね。でヘッドホンは普通に先ほど言った TRS のステレオホンが1つ、でファンタム電源が両方ともファンタムで送れるんですね。ソフトウェアもいろいろ充実しています。ちょっと面白いのがシステム要件が 1GHz インテルベースの Mac 以上で 2GB の RAM、 4GB 以上を推奨、MacOS バージョン 10.11 以降、USB ポートがあって、大容量のハードドライブ、記録用に少なくとも 500GB が必要ということで、ハードドライブまで指定されてるんですね。まあ、こんな感じでグラフィカルなモニターがついているっていうのは非常にいいですよね。ファンタムもスイッチがあるので非常にわかりやすいですね。ゲインもちゃんとつまみがついていますので使いやすいと思います。しかし、個人的にびっくりしたのが、社名がモツになってたことですね。モツって何でしょうって感じなんですけど、本当の名前はマークオブザユニコーンだったんですよね。そのマークオブザユニコーンがモツに社名変更したそうです。なのでこれからの呼び名は本当にモツ。昔はですね、マークオブザユニコーンを縮めてモツっていう愛称で呼ばれてたんですけど、ちょっと面白いなと思いました。この価格帯では非常に品質高いと思いますので、3万円以下で探している方はマークオブザユニコーンの、あ、モツの M2 オーディオインターフェースを検討していただくのもいいんじゃないでしょうか。それでは今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。